サルコク、プレイしていきます。俺は、ある理由から、配送ドライバーに転職した。いわゆる、宅配便屋だ。荷物の中身、家の佇まい、玄関先のやりとり。俺は、この仕事を通して、風変わりな住人たちと出会うこととなる。この話は、俺が出会った様々な住人との物語だ。シナリオは今2まで選択できる。なんか今後アップデートで4まで増えるとか増えないとか。なので、シナリオ2からちょっとプレイしたい気持ちもあるんだけど、なんか主人公が全部一緒っぽいんですよね。だから話につながりがあるとちょっと整合性取れなくなりそうかな。まあ、無難に1から行きましょうか。ああ、無難万歳ですわ。6月。湿気を帯びた空気がじっとりと肌にまとわりついてくる。空は一面灰色の雲に覆われていた。 A ハイツは見るからに古い安アパートだ。4階建ての各階には5部屋の住戸があり、どの壁もどす黒いカビ汚れが目立つ。廊下の隅にはホコリやビニール袋、虫の死骸などが溜まっている。408号室は4階の外階段を上がってすぐの角部屋だった。お、角部屋か。でも階段のすぐ横だとな、コン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 なっちゃって気になって、もしかしたら眠れないかもしれないね。玄関の前にはベビーカーが置いてある。単身向けのアパートだが、この部屋の住人はファミリー世帯のようだ。4階まで多分エレベーターもないだろうしな。これを持って1階から4階か。今の私だったら息切れする絶対的な自信がある。もうそれも圧倒的ですよ。ポストにも玄関にも表札はない。俺はインターフォンを押した。ピンポコポン。少し待ったが反応はない。もう一度インターフォンを押す。ピンポコポン。次で3度目のインターフォンだが、不在だろうか。ここで早くも選択肢か。インターフォンを鳴らす。不在表を入れる。こういう時のマニュアルってどうなんだろうな。いや、でも何回インターフォンを押すとかっていうマニュアルは多分ないんじゃないかなと私は勝手に予想しているのだが、一回でこう不在表を入れる人もいれば、何回か押してくれる方もいるからね。まあ、どっちがいいとか悪いとかっていうのはないんだけどね。どうしよっか。私だったら、まあ私配送はしたことないんだけど、不在票入れるかな。多分次が詰まってるだろうからね。俺は出したペンと伝票をしまい、代わりに不在票を出した。荷物内容を走り書き、ドアポストに挟む。俺は次の配送先に向かいながら配達アプリに不在の報告を送信した。そう、 iPhone だね。一旦は再配達の依頼を待つことになる。俺は次の配達先へ向かった。重い荷物を持って4階までだったら、なんかそれだけで結構疲れそうだな。ブイーン、ブイーン。スマホが鳴り、再配達通知が届いた。A配置からだ。指定時間を見ると、ちょうど今日の勤務時間中に配達できそうだ。俺は A 配置に向かった。これは後日かな。先日来た時と同様、A ハイツはどんよりと暗い。俺は柔らかい荷物を片手に階段を駆け上がった。ピンポコポン。インターフォンを鳴らす。ジジ、ザ。インターフォンが異音を出している。玄関の向こう側に人の気配を感じた。これは、なんだ？あれか？この画像はイメージで、本当はなんかこう、ドアフォンみたいなものがあるのか。俺は伝票とペンを持ち、準備をした。玄関が開く。ガチャリ。おー、随分と錆びてるとこだね。錆び港だな。無言でドアが開いた。
トップ便です。再配達のお届けに上がりました。俺は定型文通りの挨拶をする。ドアはごくわずかしか開いてない上、時間は19時。6月でもあたりはすっかり暗く、ドアの向こうにどんな人間がいるのかはよく見えない。首筋に汗が流れる。ザ、ザ、あー。インターホンから赤子の鳴き声が聞こえる。今の、あー、赤子の鳴き声だったか。まあ、いろんな鳴き方あるよね。俺は荷物を差し出した。ドアはわずかしか開いていないが、住人が手を出せば受け取れる位置だ。ギャッ、ああ。インターホンの赤子はいよいよ強く泣き始めた。ドアのすぐそこに人の気配を感じるが、一向に受け取る手が現れない。ああ、ギャッ、赤子の声は止まない。神経を逆なでされるような不快な声に、俺は妙な苛立ちを感じていた。俺が泣かせているようで気分が悪い。再配達を通知して玄関を開けても受け取らない心理とは何なのか。いや、まあ確かにね。なんか一言ぐらいが欲しいかな。失礼します。時間ないんで玄関に入れていいですか？俺は目の前にいるはずの住人にわざと大声で話しかけた。これだったらまあ別にね、置き配っていうのもあるし、まあそれこそ、たかし、ドアの前にご飯置いとくわよ、みたいな。そんなあれかな。が、反応はない。俺は開いたドアを荷物だけ置いて帰れ、と解釈することにした。まあ、それでいいんじゃないかな。開いたドアの隙間から荷物を、あ、え、投げ入れんの？まあ確かに荷物は柔らかいって言ってたような気がするけど、もしかしたらなんか壊れるものかもわからんしな。どさ。玄関の中に落ちる音がした。本来はこれサインが必要なのだが、住人の都合によりもらえない場合は無理をしないことになっている。俺はこれで配達を完了し帰ろうとした。ギーバダーン。後ろを向いた俺の背後でドアが閉まる音がした。よほど人に会いたくないのだろう。変わった住人だが深入りはしない方が身のためだ。俺はそのままアプリに配達完了の連絡を送り、A配置を後にした。サインいらないっていうのはマニュアルでもそういうのがあるのね。まあ、あれだもんね。緊急事態となったら100均で買って押しちゃうかな。いや、よくないけどね、当然。7月上旬。A配置の配達に来ている。前回妙な行動を取る住人だったため、できれば避けたかったのだが、担当地区内にあるため仕方がない。俺は今回もサインなし、荷物はドアから投げ入れるつもりで、配送車を A 配置横に止めた。外階段へ向かう途中、1階のポストが目に入った。A 配置は各部屋の玄関ドアのポストとは別に、アパートの玄関横にも集合ポストがある。宅配便でなければ集合ポストに投げ入れておしまいにできるのだが、集合ポスターどれも古びて、表札のない廃墟のような雰囲気を醸し出していた。本当はこれだけの人が住んでいるのかと疑いたくなるほど静かだ。空き部屋に郵便物は来ないよな。ポストを調べればどこが空き部屋でどこに人が住んでいるのかわかるかもしれない。ちょっと覗いてみようか。お、ここでまた選択肢？ポストをさ、だって覗くのはさすがによろしくないよね。これは、いや、まあ、犯罪かどうかって言われるとちょっとわかんないけど、いや、これは良くないんじゃないか？ポストには興味ないね。ポストを見たところで、中に入っているものは想像がつく。ピザ、介護、水回りのトラブル対応など、ああ、あのマグネットだよね。私あれ好きなんだよね。ドアにめっちゃ貼ってる。どうせチラシばかりだろう。アパート全体が薄汚れているところを見ると、408号室以外の住人も変わった人間が多いのかもしれない。俺は深入りしないことを決めた。俺は4階までの階段を駆け上がった。
荷物は今日も小さくて軽い。これなら前回のようにドアが少ししか開かなくても中に入れることができそうだ。手渡しする必要がないことに安堵しつつ、ドアの前に向かった。ピンポコポン。インターフォンを鳴らす。反応はない。もう一度。ピンポコポン。また再配達かな。俺が3回目のインターフォンを鳴らそうかと迷っていた時だ。インターフォンのマイクからかすかな音が聞こえてきた。ザ、ザザ。またあの赤子の声を聞くのかと思うとうんざりしてくる。俺は催促するために玄関を叩いた。どんどんどん。すみません、トップ便です。お届け物に上がりました。すると、すぐさまドアノブが下に動く。気配を感じなかったが、玄関先まで人が来ていたようだ。じじ、ギャーン。インターフォンからは赤子の泣き声が聞こえ始めた。来るたびに声が、泣き声が大きくなっているようだ。赤ちゃんって、こんなにいつも泣いてるものなのだろうか。ドアノブはゆっくりと戻り、ドアが開いた。ガッチャン、ガッチャン？んちゃ？前回よりも少し大きく開いた。前回は夜だったが、今日はまだ夕方だ。トップ便です。お届け物です。ドアの隙間からはムッとした空気が外に流れ出す。俺はドアの隙間の向こうに向かって挨拶をした。汗が冷えたせいか、急に腕に鳥肌が立ち始める。毛穴が盛り上がり、空気の動きを敏感に感じる。ドアの隙間からその奥が見える。わずかに見えた玄関には物が散乱して、ひどい状態だった。靴やサンダルの他にも、傘、タオル、衣類、弁当の空き箱が入っているビニール袋。その中で、俺は見覚えのある紙袋を見つけた。前回俺が投げ入れた荷物の包みだった。その他にも、いくつかの荷物の包みが見える。俺が来るよりも、このアパートの退去日よりも、ずっと前からこうだったのだろうか。アパートの退去日？退去日？これは、どういうことだ。え、なに、不法占拠してんの？ここ。それを知ってて配達してんのか、主人公は。わからんけど。ザ、あ、ギャーザザ。こんな場所に赤ちゃんとその母親が住んでいるとは思えなかった。ドアは前回より少し開いたところで止まった。ザザ、あ、あ、うん、おーん、ギャー。額には大量の汗をかいているにもかかわらず、寒気がして、寒くて仕方がない。部屋の中が見えるっていうことは、その扉を開いている人も見えてるよな。ザ、あ、ギャー、あ、あ、うん。ドアを開けた人物は一体どこに、あ、やっぱりないんだ。勘のいいガキは嫌いだよ、みんな。俺は不可思議なことに気がついていた。インターホンの赤子の声はすでに音が割れるほど大きくなっているのに、玄関の中から聞こえない。ドアの隙間からは全く音が聞こえない。ザ、ザザ、ギャー。俺はインターホンからだけ聞こえてきている。俺？音は？俺は震える手で荷物を持ち替え、その隙間から放り込むか迷った。あ、荷物を放り込むか、持ち帰るか、あ、どうしよっかな。持ち帰る。いや、すぐに逃げたい気もするけど、まあ仕事だから放り込むぐらいはしておくか。狭い隙間から荷物を放り込もうとしたとき、ふと横にベビーカーがあることに気がついた。これもどうせ住人のものだろう。
少しでも家の中の何かと関わりたくない。俺は荷物を玄関横にあるベビーカーに乗せ、後ろを向いた。すぐさま走り出す。とてもではないが、あの玄関に荷物を投げ入れることはできない。ここを出たら、まず警察に行こう。虐待とか何かの異常なケースに当てはまるに違いない。ここに配達をしなくてもいい理由があれば、何でもいい。震える足をやっと動かし、玄関に背中を向けた瞬間、背後のドアが音を立て、大きく開く音がした。今度は開いたのか。ギー。絶対に、振り返ってはならない。俺は本能的に、階段までダッシュしていた。階段を一段飛ばして飛ぶように降りる。周囲はすでに暗く、夜が来ていた。にもかかわらず、ハイツの階段にも廊下にも明かりはつかない。ザ、あ、ギャー、ザザ。すでに悲鳴のようになった声は、ハイツ全体に響き渡っていた。一刻も早くこの声から逃れたい。階段を降りながら俺は恐ろしいことに気がついた。一階に着かないのだ。お、無限階段編始まったか。いくら降りても階段が続いている。階段と踊り場を何度繰り返しても一階の玄関に続く廊下が見えない。全身に汗が噴き出し、手足の感覚がわからなくなっていた。俺はちゃんと地面を蹴っているのか。なぜ俺は逃げている。なぜ俺が追われている。背後に泣き声の塊が迫っている。この声は一体何なんだ。ああ、ん、わーん、ああ、ギャー。ザ、あ、ギャー、あ、あー、ん、わーん、あ、ん、わーん、ぎ、あ、あ、飛ばされてしまった。そして、後を追いかけてくる鳴き声が、俺をすっぽりと包み込んだ。自分の絶叫と、赤子の声の境が、境界が曖昧になる。俺の心は、鳴り止まない騒音の中に、閉じ込められた。永遠に。さて、最初の選択肢に戻ってきました。これ、選択肢でどのぐらい分岐するのかな？がっつりなのか、もしかしたら、あんまり変わらないのか。変わらないとなるとな、ノーマルエンドないし、グッドエンド、ツルエンドにたどり着くのは結構難しいんだよな。じゃあ今回はもう一回鳴らしてみましょう。では3度目のピンポコン。ピンポー、ジジジ。呼び出し音が鳴り止まないうちに、インターホンのマイクが異音を出し始めた。ジジジ。うわー。かすかに泣き声が聞こえる。子供が泣いているようだ。インターホンの受話器が外れっぱなしになっているのか、壊れているのか。俺は試しにインターホンに向かって話しかけてみた。トップ便です。お届け物です。あーん、わーん、うん。子供の世話で手が離せないのかもしれない。お荷物を持ちましたが、玄関に置いてもよろしいでしょうか。最近は玄関口に出ずに受け取ることも許容している。去年、宅配業者によるストーカー行為が事件化したためだ。あ、そういうこと。配達員は荷物の配達を終えたら、専用のアプリに配達完了のデータを送信することとなっていた。じじじ。おー。インターホンからはまだ赤子らしき鳴き声がかすかに漏れている。
このアパートでの配達先はここだけだ。早く次の配送に向かいたい。トントン。俺は催促の意味を込めて軽く玄関をノックしてみた。が、ドアの向こうに人の近づく気配はない。すみません。おーん、わーん。帰ってくるのは赤子の声だけだった。そこからさらに数分待ったが、住人が出てくることはなかった。仕方なく俺は不在票を入れた。必要な荷物なら再配達通知が来るはずだ。今日は他の配達に向かうことにした。ブイーン、ブイーン。これは流れ変わらないかな、再配達が。ああ、通知来たな。同じそうかな。だとしたらちょっとカットだわ。さて、道中は変わりがなかったな。これでもどうなんだろう。選択肢の組み合わせでエンドが変わるとなると結構難しいぞ。まあいいや、とりあえずさっきは興味がないねって選んだから、せっかくだし別のに行くか。408号室のポストを見てみる。まあ、これが無難だよな。でもこれを見たからって何があるんだって話だけど。じゃあ408号室のポストから。ポストの前に立つ。遠目にはわからなかったが、ポストの中にはぎっしりチラシが入っているようだ。チラシが溢れるのを気をつけながら、慎重にポストを開けた。キー。女性やファミリーに向けた広告のハガキ、カード会社の請求書などが入っていた。一番上のカードのカード会社の請求書は赤い文字で、催促状と書かれている。もう止められてるんじゃ。他には、7月の赤ちゃん教室のご案内。駅前のエステサロン。新築物件のご案内。1歳からのキッズ英語。など。ありふれたファミリー向けのチラシが目立っている。いくつかめくっている中に、チラシとは違う紙が覗いていた。手に取ってみると、折りたたまれたノートの切れ端だった。中にはこう書いてある。子供の夜泣きがうるさい。いい加減静かにさせろ。ハイツ住人一同。どうやら赤子の夜泣きへの苦情のようだ。確かに前回の配達でも赤ちゃんの泣き声が聞こえていた。インターフォンからだけだけどね。変わった住人だと思ったが、近所から疎まれている様子を見ると同情の気持ちが込み上げる。ふと腕時計を見ると5分ほど経過していた。早く配達を終わらそう。俺は4階に向かった。俺は4階階段まで、お、駆け上がる描写をさっき見たな。これはまた道中変わらんか？荷物は今日も小さくて軽い。変わらないなら、またカットかな。さて、また道中は変わらなかったので、どうしようかな。これも別の選択肢行くか。荷物は入れずに持ち帰りましょう。これ再配達依頼されるんじゃないの？俺の頭がおかしいのかもしれないが、今は一刻も早く赤ん坊の泣き声から逃れたかった。俺は荷物を持ったまま飛ぶように走り出し、階段を降りた。途中何度も転げ落ちそうになったが、なんとか1階にたどり着いた。お、今回は無限階段には突入しなかったか。そのままの勢いで車に飛び込み、鍵をかける。車に乗り込み、乱れた息を整えると、先ほどの恐怖が収まってきた。頭が冷静さを取り戻したようだ。車の中が安全地帯とは限らないんじゃないか。インターフォンから赤ん坊の泣き声が聞こえた。気がした。だけど、気のせいだったかもしれない。子供の頃、テープの伸びきったカセットを再生して、悲鳴のような金切り声が聞こえたことがある。怯えて泣きながら父親に伝えたら、テープが伸びていただけだと笑われた。それに似たものだったのかもしれない。
ただでさえ忙しいのに、余計な勘違いで一人大騒ぎをしてバカバカしい。こんなことでは理想を手に入れられない。理想を抱いて敵視します。ああ、この人主人公は何なんだろうね。そういえばある理由でもって配送ドライバーになったってプロローグで言ってたもんな。理想か。俺は次の配達に向かおうとアプリを起動した。ブオーン、ブオーン。これやっぱ再配達じゃないの？着信だ。非通知の番号からだった。このスマートフォンに着信があることは滅多にないが、まりに急ぎの再配達やクレームで電話がかかってくることがある。俺は背中に冷たいものが走るのを感じた。助手席に放り込んだままの408号室の荷物が置いてある。着信は鳴り止まない。喉がカラカラだ。はい。俺はかすれた声で電話に出た。電話口の向こうでインターフォンが。もう一度。今度は目の前でインターフォンが鳴った。あ、ギャー。俺は気がつくと408号室の前に立っていた。インターフォンからは赤ん坊の泣き声が建物全体にうわーんと反響している。目の前のドアはすでに全開に開いて、生暖かい空気が俺を包み込む。暗闇の中に気配を感じる。ゴミの山奥に何かがこちらに近づく音がしてきた。ミシリ、ミシリ、ミシリ。俺は叫び声を上げた。永遠。さて、ポスト以外の選択肢はあらかた選んだから、まあこれもちょっと網羅していきましょうか。じゃあ次は2番目。一番綺麗なポストを見てみる。俺はポストに近づいた。配送業者のポロシャツを着ている俺が、ポストの前にいても違和感を感じる人は少ないだろう。てか、メッセージ送り若干遅くなったんだよな。これなんだろう。ポット？どのポストも錆びつき、凹みが目立つ。俺は多少綺麗に保たれているポストを一つ開けてみた。キー。特に鍵などはかかっておらず、簡単に開いた。開いた途端、はがきが一枚落ちた。その他に、ポストの中には何もない。俺は、落ちたはがきを拾ってみた。退去日程のご案内。2000年10月より解体工事のため、以下の期日までにご退去をお願いいたします。退去期限、2000年6月31日、後期、括弧予定、令和2年7月20日、令和3年1月31日。詳細につきましては、以下の事務局までご連絡ください。総合建設株式会社、0120、うんたらかんたら、うんたらかんたら。やっぱ退去しろっていうのは来てたのか。だからか、バッドエンドあれは1の方だっけか。このハガキによると、この古いアパートは解体予定のようだ。退去期限はすでに過ぎている。408号室の住人は退去期限を過ぎても、ここに住んでいる、ということらしい。
さて、一番綺麗なポストを見てもエンドは変わらず。ていうか途中でマイクの音取れなくなってたんだよね。まあ、いつもの通り。別に心霊現象じゃない。では最後に蓋が壊れたポストを見てみましょう。蓋が壊れたってどういうことなのかな？歪んでてって感じか？どうせなら面白いそうなものが入っているポストを開いてみたい。なんかこう、野獣馬だよね、ただのね。俺は蓋がひしゃげたポストを開けてみようと手をかけた。ギギ！ポストは蓋の中央が大きく凹んでおり、本体にめり込んでいるためか簡単には開かなかった。誰かが力任せに何かをぶつけたのだろうか。何が何でも開ける。開けるのは諦める。いや、俺何が何でも開けるよ。ここまで来たら無理やりでも開けたい。このポストは名札が入るべきところを黒いマジックで塗りつぶしている。転居なら中の紙を入れ替えるだけだろう。いじめか何かがあったのかもしれない。まあ408もあるからな、割といじめとかが横行しそうだな、このアパート。そうした妄想が俺の好奇心を駆り立てた。やっぱりただの野じ馬じゃないか。ポストの投函口に手を突っ込み、差し込み、ぐっと力を入れる。足を踏ん張って思いっきり引いた。ギー！金属の嫌な音を立てて、ポストが開いた。中には数枚のコピー用紙が折りたたまれて放り込んであった。コピー用紙の端はホチキスで留めてある。後ろの紙、A配置住人の皆様、ゴミ収集日時の変更について、市では4月12日より家庭ゴミの受け入れ時間を以下のように変更する運び、変更する運びとなりましたかな。ゴミ収集時間、可燃ゴミが、毎週火金は変わらず、30分早まったっていうことか。これは例のゴミ屋敷と関係があるのかな。開いてみるとどうやらハイツの掲示板に貼る予定の貼り紙のようだった。どうやら管理人のポストらしい。それなら住人が変わることがないから名札が消されているのは当然だ。俺は多少がっかりしながら紙を読んでみた。がっかりしてんじゃないよ。1枚目、ゴミ収集日の変更について。おっと、飛んでしまったな。ちょっとごめんなさいね。2枚目、早朝、深夜の騒音について。どちらもマンションではよくある張り紙だ。なんとなく眺めていると、騒音の張り紙にあからさまに特定の住人へ向けた一文が書いてあった。これ例の騒音か。早朝深夜の騒音について。早朝3時頃、夜は23時頃まで、4階南側、住戸付近において、子供の泣き声、足音などの騒音による、非常に迷惑していると、の苦情を多数いただいております。再三ご注意喚起のご連絡を投函させていただいておりますが、改善が見られません。お心当たりのあるお方は、蒸気のような騒音について近隣住民への迷惑となりますので、おやめいただきますようお願いいたします。こういうのって強制的に退去って難しいんだっけ？いや、まあ、わからんけどね。4階南側といえば、今から配達に行く408号室のことかもしれない。どうやら子供の夜泣きなどで、近所からクレームを入れられているようだ。赤子の夜泣き、近所からのクレーム。それの両方をぶつけられる親は、一体どんな気持ちなのだろう。俺は、手元の荷物に目を落とした。送り主は子供服の通販のようだ。荷物の中身には衣類と書かれている。俺はなんとなくいたたまれない気持ちになり、さっさと配達に戻ることにした。あ、ここからはまた変わらないか。選択肢もなんか一緒な気もするけど、とりあえずカットかな。選択肢が増えてる。荷物を放り込む選んだ、持ち帰るも選んで声をかけてみるっていうのが出た。これはさっきの歪んだポストを開けたからか。ただあれを見て何がどう変わるんだろうか。インターホンの鳴き声は鳴り止まない。俺はさっきポストで見た張り紙を思い出していた。この408号室の住人が本当にこの部屋の中にいるとは思えない。だが、俺の耳に聞こえる声には、
何か事情があるのではないか。外はまだ夕方で、このハイツの前の通りには人通りがある。408号室の住人の気が狂っていたとしても、それ以外の何かだとしても、助けを呼ぶことはできるだろう。状況からして、まともな住人が出てくるとは思えなかったが、俺は声を振り絞って、見た。大丈夫ですか？やっと、それだけ声をかけた。喉が潰れて、本当に声が出せたのかもわからない。そのまま、目の前が真っ暗になった。気がつくといつの間にかインターホンの声を止んでいた。大丈夫？目の前は真っ暗だった。所持金半分になったりしてない？あたりは真っ暗になり、完全な夜に包まれている。どのくらい時間が経ったのだろう。気がつけば俺はさっきの玄関前に着いた時のまま立ち尽くしていた。目の前の扉は完全に閉じており、手に持っていたはずの荷物も消えている。さっきの割れんばかりの赤ん坊の泣き声や、自分がかけた声すら、本当にあったことだったのか、わからなくなっていた。俺はただ、A ハイツの408号室の前で、放心していたのだ。俺は、恐る恐る体を動かしていた。ハイツの廊下も、階段も、すっかり夜だというのに、明かりはつかない。やはり、ここにはもう誰もいないのだ。俺は、スマホの配達者アプリを開く。光が眩しい。A ハイツの配達履歴も、再配達の通知も、すべて消えていた。あ、これただ働き？